はーい、それでは7月12日火曜日のちょっとお待たせしましたね、ランブルフィッシュ2交流戦始めていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい、本日、上級者6名初中級6名にしておきましたんでね、A ブロック B ブロック3名ずつのリーグ戦勝ち上がった方が、現在6人いる、上級者ブロックに勝ち進んだら8人トーナメントとさせていただきます。じゃあ早速始めていきましょうかね、ゆえさん。はい、久しぶりです。じゃあまさむねあらん、入ります、入ってますか、あ、やってる、あ、まさむねあらんバーダスゆうくかや。じゃあ最初はグーでお願いします。じゃあ実況はゆうくさんかディスさんか、ゆうくさんかディスさんか、ディスさんかディスさんかゆうくさんかあたりにか、ディスかディスさんあたりお願いしたいんですけど、まあまあディスさん、初戦、初戦ゆうくさんだろ、決まりじゃないですか。どういうことだ。はい、ディスです。とりあえず1回戦、今日何人だ、1、2、3、4、5、6、12人、参加者12人、B ブロックが、 B ブロックがカヤ、ガネ、オービル。これはオービルが上がってくることが間違いなしです、ね、あ、オービル最強キャラですからね。しかもほら相手が狭間じゃないですか、オービルと狭間なんて9-1でオービル有利じゃないですか。死んだ。完全に欲望じゃないですか、それ。オービル勝ち上がってこいみたいな。さあ、マサムネさんのアラン対ユークさんのカヤ。さあ始まって開幕、画面端に追い詰めるのはアラン、マサムネさんのアランの方ですね。さあコンボ決まって置き出目から、さあ固めで中段カウンター、暴れていた。さあここで飛び道具で牽制して、さあガードが割れる、寄ってくのがうまいですね、マサムネさんのアランが。さあ反撃していく、さあワンチャンめくりからの大江絡めたコンボ、きっちりダメージ奪ってお互い体力半分。さあ画面端で攻め切ったので逆転勝ちしたゆうきさんのカヤが1本勝利。さあ第2ラウンド、さあお互い飛んでいくところをアランが地上で落としていく。さあそこに飛び道具刺さって、あーっ連続型失敗、これはちょっと痛いですね。さあ置き攻めは、さあさあ OA で今度は割れる、さあ追い打ちしてまた置き攻めで画面端で固めるがめくりで脱出、あまたもったいないです、ゆうくさん。さあ執拗に飛びを通していくガヤ、あー一発刺さった。なんか昇竜の腕が悪そうですね今日はね。さあそんなこと言って、なんかゲージが溜まっているが6ゲージを使ったりは、使ったー。完全に使いたかっただけじゃないですか。はい、ということで2本選手してゆくさんのかやが勝利と。ペンが、まあまさむねさんからですかね。ん、あ、こっちか、ゆくさん、どうしようさん。はい、じゃあ2試合目、はい、まさむねさん連戦でもいいですか。はい、じゃあしおさんとまさむねさん、しおさん、しおさん、しおさん、昇竜が出ないとかどういうことなの。そういうこともあると、まさむねさん、そう、なんかマイクが2本ないのかなと心細いんですけど、ないかった、繋がってます、なんか繋がってない雰囲気ですね、なんてこった。え、1人、え、あおれと。さあ2試合目。
ができない。ああ、なるほど。まあ両方とも解説してなかったです。さあ、アラン対シェリル。すごい勢いで設置をしていった。けどすごい遠いところだ。これ使えるのか。さあ、飛び道具で設置には近づきませんと。さあ、設置が開放してもう一度設置していきたいが、さあ設置する前にアランが近づいてくる。さあ画面端に設置してるがちょっと使いづらい状態かな。さあクイックリカバリーで脱出して、さあまた走り込んでいくアランに迎撃していくシェリル。さあ画面端固め失敗。さあ置き攻め、飛び道具からまた飛び道具、はい、空中で買ったところ、空中で設置で着地を読ませなかったが、着地後にダメージ食らって一本取っていくのは雅宗さんのアラン。さあラウンド2、台車通ります。さあ設置に引っかかったが迎撃には至らず、さあガンガン設置していきたいところだがアランの飛び道具に遮られる。さあなんかジョルトが見えたか。さあ大江つながって、さあ置き攻めはちょっとできない。さあ設置飛び道具設置と、さあ画面端、さあ空中ガードしたところを地上で買って、さあ同じように空中ガードしたところを地上で買っていく。さあ飛び道具なかなかシェリルはこうなって設置しづらそうですね。キャー割れちゃうと思ったら A で割り込んだけれどもダウンできずに、大江返した、できる。さあなんかトリッキーな動きでシェリルがダメージを細かく取っていく。さあ地上変われなかった。さあ停滞反撃になるかと思いきやコンボには至らず、シェリルが1本取り返す。さあファイナルラウンド、お互い結構ゲージも溜まってますからね。さあ派手な試合に期待したいところですけど、さあ画面端固めいっていたところに BD したが、ちょっと使いどころが分かるか分からないかちょっと難しいところですね。さあアランが近接突っ込んで処理落ちがなんかひどい。さあジョルトが刺さって空中攻撃を決めていく。さあ受け身取ったところに地上の攻撃重なったがまあ安い。さあ設置、さあこの間に滞空時間内で追いつかれて、さあこの設置が活かせるのか、解放、一気に解放していく。さあ飛び道具さあ中段見えなかったがクイックリカバリーで追撃防止。さあ飛び道具、この体力になると飛び道具ばらまかれてる結構きつそうだ。あー最後で飛び道具ガードできなかったということで、政宗さんのアランが、2対1で試合を取っていくぞと。第3試合、ユークさんのカヤ対塩さんのシェリル。ユークさん出ます。塩さん連戦でお願いします。了解です。じゃあそのまま始めちゃってください。さあカヤ対シェリル、まあ、開幕からどんどん飛び込んでいくカヤが見えるような気がする。さあラウンド始まって開幕飛び込んでいくのはやっぱりカヤですね。カヤとしてはやっぱり設置される前に飛び込んで一気に攻めていきたい。まあそこをシェリルがかわしているが捕まってしまった。さあ壊し刺さってから大江、さあ置き攻め、めくり見えなかったが地上はつながらず。さあ打撃が通って、はい、ちゃんとつなぎもできるが、まあ、あ、そうか、ゲージがないのか。あ、ゲージあるのか。さあ一気に攻めてって一本取っていくのはユクさんのカヤ。
さあラウンド2、さあ投げから追い打ちもできて応援まできっちり。さあ置き攻めはめくりは、まあ、しゃがみで透かされた形ですね。さあ設置設置設置、さあこの設置を生かしていきたいが、ゆうきさん当たって、今の当たって、さあ DA DA 見てから打撃振っちゃった。さあ OA がなんかぶっぱしたけど刺さった。さあ設置設置設置、けど奥すぎてちょっと戻ってこないのがちょっときついですね。往復させるように設置できればいいんですけど。さあしかしまあなんだかんだでシェリルの方がちまちまと当ててリードを取ってますね。あーだから刺さってしまって勝利が出ない。ジョルト、さあ反撃がちょっと低かったので安形になっちゃいましたね。ちょっともったいない。さあ飛びが取るか連続技にはならない。さあ残り時間10秒、お互い拮抗してるが打撃が刺さってしまってリそのままリードをして打撃当たったところでリュークさんのカヤの勝利。あれオーバーキルですか。これで A ブロックは2本取ってたユウクさんが勝ち抜け。相手イップさんが勝てる様子がね。いや頑張ってください、下克上頑張ってください。じゃあ B ブロックいきます。オルルさんとミクさん、オルルさんのカヤ対ミクさんのガーネット。オルルさんがとミクさん、アズマさんに代われと言っている。頑張れが、あ、ミクさんです。いやー勝利が出ねえ連続技で勝利が出ねえ。いやそれはあれですか、レバーのメンテナンスに対するみたいな勝利出ないって叫んでますけど、マジ勝利出ない。いや俺勝利が出るゲームしばらくやってなかった。おかしいな、RB2 で RB2 で俺が使ってチョンレ使ってますよ。今ースは勝利はない。チョンレ使ってたでしょ。まあこれは過去の話で、最近よくやってる。さあ試合が始まって、カヤ対ガネ。勝利使わねえんだよな。さあ地上で攻めていきたいガネと空中からガンガン突っ込んでくるカヤと。さあお互いじわじわと距離を調節しながら、さあ小足が刺さったガネの方に至らず、さあお互い小足は刺さるがなんか連続技には至らないみたいな、そんな感じですね。さあ飛びが刺さったけど小足までですね。さあ小足小足飛び込み小足、さあ割れたチャンスだけど連続技にはならない。さあガーネットの方も小攻撃で攻めていく、中段刺さる。さあなかなか攻めを継続していくのがお互い辛そうな感じですね。ゲージは結構溜まってるので A とかで隙を消したりとか狙っていくのも良さそうな感じなんですが、さあ割り込んだ後に AA が漏れてゲージはまあきっちり消費されます。さあ第2ラウンド、さあ飛び込み刺さって昇竜から、まあ、応援には繋がらないがカウンターヒット。なってなかったですね、カウンターヒットになってましたね。さあオルルさんは前回もあれなんですよね、だんだん試合重ねていくごとに連続型ができるようになっていくみたいな。え、そういえば今日南海さんいない、今日南海さんいないですね、うん、さあ SP から OA 決めて、さあ起き上がりは表、さあ転ばしたところでこう固めていきたいが、さあ最後出てしまった。きっちり反撃取ってオルルさんのカヤが2本取っていく。オルルさん連戦いいっすか。オルルさん対ナルさんのオビル。あ、そっか、そっか、どうしたん。いや、オルルさんこれで勝っちゃうと紹介試合になっちゃうのか。ああ、なるほど。オルルさんが負ければええやん。オルルさん、ひどいこと言った。しまった、オルルさんこのまま勝ってしまうと残りが紹介試合突破が確定になってしまう。ちょっとすいません、
ミスでした。オービルか。いや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 、無理とか言わないでください。オービル最強なんで、頑張れる子なんで。どうあがいても、どうあがいても、ちょっとこれ多分これいい。もうもうもう光かよかねえかな。そうですね、飛ばれてるだけできついオービルですが、これでも光かやで実際にほぼ 100% 負ける。さあ、あーきつい。さあめくれりが入って、さあカウンター。さあでもオービルにワンチャンを信じたいが、か対空が刺さってしまった。さあオルさんが勝ち抜けにリーチ。さあオービルゲージはそこそこ溜まってるので火力は期待できるが、さあ反撃 OA を生出しして、さあ半分。まああとはゲージを残すか残さないかみたいなところもありますけど、攪拌でしたしね。あそこで踏んぶりやっちゃうとね、完全に落ちてきてはいけないんで。さあ刺さってしまった。 OA が決まって、さあ体力状況がだいたい5分ぐらい。さあ OA がまた刺さる。さあそういえば投げ見てないな。デバ後ろに入れて通常投げつけるのもあり。さあ、あー、スカってしまった。相手を画面端に追いやるか。さあ、だがまあリードしてるのはオービル。残り時間で何とか勝ち星を拾っていきたい。あー、刺さってしまったが、まあ壊しスタートなんて安い。さあ、お互い何か刺さったら死んでしまうといったところで刺さってしまった。ということで、オルルさんのカヤが勝ち抜け。すいません、次消化試合になっちゃうんですが、ミクさんのガーネット対ナルさんのオービル。あー、オービルに勝ってほしかったな。きついのは分かるわ。なかなかやっぱりカヤ相手はきつそうですよね。最強キャラ、最強キャラだからな。オービルは最強キャラだからな、しょうがないや。いやいや、なんか言ってること違うぞ。オービル対シェリルは弾幕張ればシェリルって感じだよ。シェリルはバン逃げしたらもう追いつけないですよ。一発当たったらエメロンになりそうだ。当てられない。さあガネ対オービル。さあ開幕タックルで突っ込んでいくオービルに対して冷静にガード。さあじわりじわりとお互い寄りたいが、さあ飛びが少しずつ刺さってダメージがちょっとバカにならない感じですかね。さあ中段刺さって、さあ起き上がりは攻めない。距離を取っていくガーネット。さあ飛び込みはコパンで綺麗に落としてる感じですね。さあお互いじわじわと牽制を刺していく試合。さあ中段が漏れてしまったところにうまく投げる。さあじわ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 とお互い牽制を刺していく。さあ対空漏れたところに、さあ受け身狩りはできなかったか。さあ体力状況は似たような感じだが、残り時間があとわずかだからどうなるか。残り10秒。さあリードしているのはオービル。さあこのまま維持できるのか。追いつけずということでオービルが1本取っていく。さあお互い牽制メインでじわじわやってるため応援ゲージがかなり溜まってますね。さあお互い牽制牽制、ここでガネの方が BD 使っていくが、さあ攻めていきたい、ダメージを稼いでいきたいが、ちょっと連続型には至らず。オービル6ゲージ漏れたー。回してましたかね。完全に回してたんだけど先にハンマーが出てた。いやーもったいなかった。いやでも今からまた貯めればいいです。いや無理や。こっからでもいけます。新ゲージだ、マジ。いやでもワンチャン。さあなこと言いつつ残り時間はまだ30秒あるが、さあいいヒットしたが追いちゃちょっと安かったですね。さあ飛び道具判定の応援に刺さる。
単にガードしなかったね。そうですね、ちょっと分かんなかったかもしれないですね。さあお互いあと一発で死んじゃうところですが、リードしてるのはガネ側かな。ガネ側っぽいですね。さあ飛んだところ近づいてきたところ刺さってガネットが1本取り返していく。ほらこれワンチャン6ゲージありますよ。ワンチャン6ゲージ、いいゲージ。ディフェンスゲージが溜まったな。ディフェンシブゲージ、いやタイムアウト間際が結構多いんで、これはディフェンシブゲージも溜まるんじゃなかろうかと。ほらあとワンゲージですよ。視界からの強引な6ゲージ狙いやというコールが。いやいやいや違いますよ、何言ってんすか。そんなのユクさんにしか言わないですよ。ダメージが上がるんですか。気絶しちゃったんですか。ダメージが上がるんですよね。マーカーがついた時に頭に攻撃がついてくると攻撃の2倍ぐらい。なるほどなるほど。さあ6ゲージ溜まった。いやでもあの無理に狙う必要ないんですみません。さあさあタックル刺さった。さあジャンプで追って OA はガードされてしまうが反撃は安い。台車通ります。さあこの状況になると結構オービルはきつそうだが、ワンチャンの火力はあるのでまだまだ。さあ残り10秒だから、ワンコンボ刺さると逆転が見える。さあ逃げるガーネット。さあ飛びは刺さらない。さあ無情にもタイムアップということで、勝ったのはミクさんのガーネット。じゃあこれで A ブロック B ブロックの試合が全て終了したので、上級トーナメントの方に試合の方移ってきます。じゃあ、1回戦ユークさんのカヤ対イプさんのアラン。イプさんシリルやめちゃったな。結構あのシリル貴重なんですけどね。まだ千代さんがいます。千代さんがいます。今後の成長に期待。さあ勝ち上がったユークさんがイプさんとどう立ち回っていくのか。さあカヤさん開幕コパン連打。さあ飛び道具打ったところに飛びが刺さって、さあ追い打ちはしないで通常の打撃で置き攻めで、さあ飛んで飛んでと、さあお互い飛ぶ飛ぶと。さあ暴れたところに攻撃が刺さった。さあ置き攻め中断見えない。さあ応援まで刺さって打撃から飛び時で置き攻め中断見えない。ドンマイス頑張って立ってください。さあ飛び道具の続きはつけなかった。さあさあ飛びが刺さって、さあお互い飛ぶ。さあダチでくぐったところは撃されなかったものの、飛んだところ刺さって応援きっちり。はい飛び道具を投げで返すできるが連続から繋がらなかった、ちょっともったいない。さあガードされてしまったところ応援で返されて、さあ飛び道具重ねて、さあいい感じ。今のって空中ガードを継続できなかったんですかね。2段目は地上判定なんで。あ2段目地上なんですか。飛んでても、あ飛んでないって2段目。あ飛んでないみと。あなるほど、非常に着地して攻撃してるんで、はい、地上判定は。あなるほど、できなかったと。2段目と4段目は。あなるほど。さあまだワンチャンありそうだぞ。さあ刺さった。あー出ない、もったいない。さあさあどうなる、もったいない、死ぬ。あー IB 取ったけど、はあそこであのトリプルで IB 取ったらかっこよかった。カカカーンと。あーもう何もできないからいっそトリプル取ってしまいみたいな。いやトリプルまで取ったらさすがに逃げれますかね。ダブルで十分逃げます。ダブルで十分逃げます。バックステで逃げるだけだったら多分別に。あ、一発で行きます。あー惜しかった。じゃあ次に生かしてほしいところ。じゃあ2試合目一三のミト対野良犬さんの前。あマジか。一三のおじあい中。あれも取った時点で
いやー、ゼントが久しぶりに大会で見ますね。加えて後ろ、ストライクバーストでこう1段目でこう移動するじゃないですか、はい、あれの後半部分が当たると2段目までの要はさあ、全体見と反撃できない時はこのゲーセンで全を全ほとんど見ないのですごい期待が高まりますが、タイフォンまだマナさんがいなくなったから全員いないから全で出てあげるわけで、その競馬はすごいタナさんが使わないから出てあげるおーと、なるほど理解理解ランブル大会出なくなったかなっていう、これはあれですね、次回タイフォン見たいなみたいな、タイフォンも全然大会いないですね。でもライさんタイフォン使わせたら多分全員ピキピキって言うだろうね。マジっすか、ピキピキしちゃう立ち回りっすか。タイフォンで勝つにはね、まあまあ確かに正面から戦ってきてあるではなさそうだから、頭では分かってるんだけど、もうやられたら腹立つかなっていう、でいい加減試合を見ていこうかな。さあ体力状況は似たような感じですが、さあ中段で置き攻めしていく、あー刺さったから連続ではならない。さあ足場で刺して、さあ飛び道具好きないな結構。さあダッジをくぐったところで対空で相手の迎撃を張っていく。さあ割れた、さあ割れたところできっちりコンボを決めてって、残り時間的にも結構この上は厳しい。さあ逃げる逃げる、さあこれは削りかな。さあ1本取っていくな、のれんさんの前。さあ第2ラウンドお互い距離を取ったが、さあ中段下がってしまった、これはやばいんじゃないのか。さあ肘が刺さる、あ落ちた、なんかねおさらなことしようとカウンターで刺さったが、おいっちゃ失敗。さあ IB 取って反撃きっちり、さあ置き目飛び込み重ねて打撃を重ねたところ昇竜で拒否。やっぱり今シーズン全強いですよね。全は強いと思うんですよ、使ってる人がいないだけで。あれですけどやっぱアランとかに比べるとどうしても癖強いから、そうですね。さあ IB からの反撃ちょっと安かった。さあ割れてしまった、これは画面で OA まできっちり決まってさすがに死んでしまう。さあ野良犬さんの前が2本取ってて線引いてなかった。じゃあ次の試合、一番からの名言がハートマリアのコマンドが難しい、どういうことなの。気のせい。さあゆいえさんのガーネット対私ですね、ディスタン、ディスタンってなんですか。はい、ディスタン対ゆいえさん、さっきまでゆいえさんが俺の隣で解説をいろいろ頑張ってくれてたけど、マイクが一つしかないから入ってないかもしれないというこの話さゆいえさんの解説すげえためになる。さあ 1P 側が、実産で 2P 側がゆいえさん。じゃあゆいえさんは今日はガーネット、光りたいガーネットか光りたいガーネットかどうなんだろう、別に光側、そんなに悪くないような気がするんですけどね、ガーネットだったら。壁壊してボタンを押してるだけで、はい、枝と枝の振り分けで、ああの振り分けだけで、フォアが当たったらフィットバトリーから、ああ、なるほど、投げるミスター、ディスターの得意技ですね、あの隙があったら駒投げだ、隙があったら駒投げだ、偉いですね、一応それなんで感覚の状況が近いです。そうですね、ただ、投げを振っちゃった、カウンターかな、日和確認のコンボがちょっと失敗しましたね。おっと、インパクトブレイク取ったはいいものの、うまく返せませんでしたと。で、1本取っていくのは、ゆうえさんのガーネット、ゆうえさん強し、台車通ります。さあジャンプ通ったはいいが繋がらなかった、ゆいえさん側の反撃が入る入る、あれですね、あのガネにあれをやられると辛いという、ガネのあれなんか妙に強く感じるんですよね、あのカシンカシンカシン、
あ、やっぱ足が長いのってでかいですね。似たようなことを光がもできるっちゃいけるんですけど、リーチが短いんですよね。悲しいことに。おお、投げのからのさらに投げ。しかしダメージはあんまりない。ゲージためや、ゲージために使うんや。さあ、牽制牽制。おーっと、その当て身は多分俺しか引っかからない。あー浮いちゃった。カウンターで浮いて、追撃が決まって、オーバーキルまで決めてゆえさんが勝ち。はい、決勝トーナメントっていうか上級者リーグ、1回戦第最終試合、ともきさん対オルルさん。今日ともきさんは狭間です。頑張ってください。オルルさん来た。なぜ戦車がうめいてるのかがわからない。何をキラキラ言ってるんだ。金井さんはマジ最高です。金井さんマジ最高ですけど、だからなんで暁の話してるんだ。いや、金井さんはマジ最高ですけど。見てからクパってあれか、見てからギャラルホルンか。だからこの大会暁じゃねえから。暁は確かに面白いけど暁じゃねえから。さあ、狭間対カヤ。一応っていうか狭間の方が有利ですよね。狭間の方が有利ですけど、カヤでもまあやってやれないことはないですよね。カヤも別に弱キャラっていうか強キャラの群れに入るキャラですから。そうなんですよね。カヤはマジあの連続技を覚えるとワンチャンがでかいですからね。しかもその覚えるコンボっていうのが簡単なんですよね。火力出せるコンボなのに。なんせ開幕ジャンプ攻撃刺さったらそれだけで1本持ってきますからね。次元スカウトはいても。さあ、そんなこと話してる間にカヤが終わる。カヤが天羅総運キャラの追い打ちで終わってしまった。さあ、これはカヤ側がなすべなしか。固められるだけ固められて、あー割れた。あれは出なかったのか出さなかったのか、なんかもうひたすら俺割りたいんや。俺割りたいんや。確かにあれはわからん殺しに近いな。それ絶対差し込めるポイントありますから。でも昇竜はそこ、昇竜はあんまり昇竜強くないんす。さあ、完全優位の状態でともきさんが勝利。台車通ります。じゃあ、イップさん対野良犬さんお願いします。台車通ります。じゃあ、イップさん対野良犬さんお願いします。おい、だから狭間アドラーじゃねえから。狭間とアドラーに共通点なんかあります？ないよ。え？3文字。アドラー4文字、4文字。狭間。狭間。あ、赤いから。赤いからか。狭間。ランブルフィッシュやってみたいならぜひ来てくださいまし。教えてくれる人がいるはずです。さあ、全体アラン。まあ、野良犬さんだから言うまでもないですが、全にいろいろと見たことのないようなコンボを決めていきたいですね。アクセル。両方とも飛んでチャンスを伺ってる。若干前側が優勢か。いい、ワンチャン取らなかった。強化完了。強化2段階した。おお、決まるのか。なるほど、一本取っていくのは野良犬さんの前。ラウンド2。波動拳には見えねえけどな。
さあ両方ともチャンスを伺ってワンコパンコパン固めていくのは前側画面端こっから IB で切り返せず画面端割れる前にオフェンシュアースで割り込む。おお、ここからのいつもの置き攻めは食らう。まさか食らうとは。さあさあ前側がすごい怪しい動きをしているが何かやろうとしているのか。IB 割り込みからの、OA までは出さない。これはアラン側優勢だぞ。クーポンからの飛び道具浮かせに飛び道具を巻いたらやりてしまうから飛び道具負けない。おっとジャンプが通って台車通ります。ファイナルラウンド前側のゲージが不気味に緑色に光っている。何か中段通ったら終わってしまいそうだ。ただまだ強化してないから強化してからが本番ですかね。強化できませんでしたかな。なんか野良犬さんがいろいろ狙ってるような気がするんですけど意外とそこにイプさんのアランが差し込んでいく感じでなかなか思った通りのことができてないようなイメージが。おお、ダッチでアクセルすり抜ける。どうなんでしょうね。なんかすごい強化したがってるんですけどそれをイプさんがものすごい勢いで拒否る。まあやめとけ、まあ落ち着けよと。強化しちゃった。さあどうなる。おお、中段拒否る。両方とも 6H 溜まった。おお、出ない。つか潰された。ブッパはやっぱ危険ですねと。さあこれは圧倒的にイプさんが有利だぞ。なんか野良犬さんが遊んでるうちに終わってしまう。野良犬さん毎回遊んで終わっちゃう。強化しましたよ。さあどうしましょう。割れた。でもタイムアップ。勝ったのはイプさんのアラン。野良犬さん多分それ遊びすぎだと思います。野良犬さん大体大会で負けるときってしょうもないことしようとして負けるんです。はい、じゃあ次ゆいえさん対ともきさんお願いします。 CA 狙わなければ勝てたんじゃって。あの CA は完全あの CA は俺にはただの物販にしか見えない。あ、なるほど、中段振ってたら当たってた。ジャンプされたから当たらなかった。しょうがないですね。21分あるから多分十分間に合うかと思います。ランブルは早い、進むのが。まあチーム戦じゃないから選ぶ時間がないってのありますね。順当にトーナメントで普通に進んでいくっていうのがあるので。インカムに優しい。ただ世の中にはもっとインカムに優しいゲームがあるので。ええ、先週稼働した無双剣とかね。無双剣とかあとは陶器伝承とかね。多分1本取る前に1ラウンド終わりますね。下手したら2ラウンド終わるんじゃないかな。あ、へいへい、実際に説教された。さ あ, あーリードしてるのはゆいえさんのガレット。昇竜からの追撃を失敗。これは削られて終わってしまう。削られて終わってしまった。昇竜で削った。さあ1本取っていくのはゆいえさんのガレット。おーっと、ゆうえさんがガクッと来てる。なんというか今のは呼び合いなのか何なのか。開幕のその通常技プッパから入ったら一本減ってしまったみたいな。ものすごい火力だ。あ、ランブよくありますね。一本目は結構あっという間に消滅するので。さあガネ側がコンボ決めていく。プッパは通らず。今のはガードじゃなくてダッチで避けたっぽい。繋がらなかったけど、起き攻めというよりも起き上がりにコンボ重なってた。ピヨってる。あーあー、真っ白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 。勝ったのは、イップさんのガーネット。
イプさんじゃねえ、ゆうゆうさんのガーネット名前間違えして、あれはあれですか、俺がさっき有効活用見せてくださいって言ったから見せてくれたんですか。よくあるピオリからのあの追撃はよくあるみたいな、ゲージがあって殺しきれればね。なるほど。さあじゃあ3位決定戦やりましょうか。誰だ、野良犬さんの全体、ともきさんの狭間でお願いします。例えば俺がもう俺がマイク持ったからディスさんが近くなくなったんですけどいや俺がマイク持ったらディスさんが近寄らなくなったんですけど、どういうことですか。さあ全体狭間、え俺に煽れと、俺に煽れと申すか、俺にこの二人煽れと申すか。いやこれなら勝てるわ。いやマジね、俺がこのトーナメントで勝てそうな試合とかないんでね。俺まだ初心者なんで。一三か、一三ならね、光でやっと勝てないけど、カヤだったらまだ可能性が見える。キャラ勝ちです、しょうがないですね。始まった。強化済み。それは前側の話ですか？背景に紛れてる。あ、違う。狭間側か。狭間側が赤いから見にくいって。ああ。さあ強化済んだ。強化済んだ前は、とにかくあの中段が恐ろしすぎる。まあ、他にもそのあの強化斬新剣でしたっけ、あれもなかなか来てますね。さあ一本取ってく前、村井さんの前。さあ開幕当たって半分ださっきも似たような光景を見た。開幕のあれは下段かな、あの友木さんが何とかしたがって連打したけど何ともなかったけど、さあ使ったところで強化入った、2発目入った。まああの友木さん狭間使ってる時はとにかく楽しめればいい。さっきじいちゃん話した、当たらねえ。どういうことなの。あのでも DA ガードされても多分隙はないかな。え、でかい。あ、ガードされてはいけない。あ、投げられた。ただ、前側に前側にゲージが6本溜まってるぞ。絶対 DA 消えないだけじゃん。さっきと同じことをするのが、はたまた強化からのあの連続が伸びしてくれるのか。さあどっちや。5番の見つけんぞ。ゆうゆうさんが野良犬さんを煽る。まあまあ明らかにね、野良犬さんいろいろやりたいだけだからね、これ煽られてもしょうがないでしょう。なんかいける現実な感じもありますから。あー6ゲージ。しかもあれだ、コマンド表にない方だ、あれ多分。確かランプ、あー OA が入った。なんだこのブッパの試合。あー暴れてる。ともきさんガッツポーズ。暴れに通っちゃったよみたいな。このゲームがパナシゲーだということは証明されましたね。このゲームはパナシゲーだ。そんなバカな。俺の方がギザギザだ。さあ決勝戦。あれゆうさん実況しないです。イップさんとゆうえさん、なんか後ろの方でもうなんだそれ、何の剣と何の剣ですか。名称が分かりません。プラモという名剣を手に入れます。後ろになんか名剣を二刀流にして暴れてる二人がいらっしゃる。模造剣ですよ。だそれなんて名称の剣ですか。絶対なんかの伝説の剣のようにしか見えないですけど。デスソード。中二臭がする。だって模造刀って言えねえんだもん、明らかに。なんだろう、なんて言えばいいんだろう、これ。サニアさんが醤油レッパだけじゃないぜって言って。サニアさんが醤油レッパだけじゃねえぜ。なるほど、醤油レッパだけじゃない。オフェンシブアーツパナツ、パナツは強いんだ。
さあ実況しましょうか、アラン対ガネット。いやあれだな、イプさんのガネットがひたすらあの下 A、 あそう、UA さんのガネットが、下 A 下 B でひたすら相手が割れるところを目指して、でそこから連続技狙っていくみたいな。そうですね、なかなか厳しいですね。ただまあ火力で言ったらアランも別に火力ないわけじゃないので、刺さった時のワンチャン具合は多分似たようなもんだと思いますよ。当たっちゃった、いや爆ステかな、爆ステじゃない、爆ステだったら引っかかるけど、爆ステだったらカウンターじゃないか、爆ステじゃないか、なんか暴れてたのかな。さあ通った、いやあれですね、さっきのハザード比べると火力が低いのがよくわかる。狭間とカヤは開幕のワンチャンが取ったら1ゲージ持っていくというね。カヤの場合はジャンプからで1ゲージ溜まるんですが、あでもそうか、狭間は1ゲージ溜まらないから1ラウンドでは無理かな。あー落ち攻めがどう、置き攻め失敗的なね。さあちょっと置き攻めはなかった、前受け身伊藤起き上がりやったからできなかったかな。さあ中段通らず、あー昇龍は勝った、無敵かなんか空中判定かなんかわからんが、ただ優勢なのは未だにアラン。あー厳しい、俺はやっぱり飛びでも分かると、そう、いやでも飛ばなきゃいけないさあ勝ったのはイプサのアラン、やばいあれですね、あの優勝なのに優勝だった。ちょ待ってください、最近アラン優勝しすぎじゃないですか。アラン強いっす。じゃあイプサン優勝コメントお願いします。いやアラン強キャラですね。いやあの強キャラですよ、うん、強キャラですよ。誰ですか弱いって言ったキャラ、あ弱いって言った人出てこいよとアラン弱いなんて言う人はいないと思いますが、えモミさんが弱いって言ってた、あなるほど、店長アランっていうのは本当に強いけど、そうですね、なんかあっという間に終わってしまったからさあ店長出てきた、オービルが強い、店長がオービルが強い、間違いない間違いない、みんな賛同してます、オービルは強い。さあ店長からオービルは強いという言葉をいただいたんでしょ。あのアランの10割のやつの説明なんですけど、アランの10割はあれなんですよ、ジャンプ2段から普通にフルコンしてインフィニティ入れるだけで一部のキャラが死ぬってのと、あの即死連携はあの計算しやすいってだけで、実際はあの割ってから最大入れるだけです、あんま変わんないです今までのアランのやつと。ただそれがちょうど死ぬってだけです。さあアランで恐ろしい火力が出ることがよく分かったというね、でアランのクリティカルダーツが減るってことですかね、早い話か、あのパパパパーのあのストレートが、まああれ、ね、コンボに組み込めるのに 1.4 割ゲージ1.4 割ひどい話だ。じゃあそんな解説をしてもらったところでランブルフィッシュ2交流大会締めましょうか。本日は7月の12日、ランブルフィッシュ、昇級者上級者混合トーナメント、イプサン優勝で終了します。お疲れ様でした。なんかモービル見たいなって言われてるんですけどモービルが見たいと